こんにちは、フェルナンドこと拓也です。イギリスの産業遺産シリーズ最終はニューラナークです。イギリスの世界遺産としての産業遺産は8件ありますが、6件巡ることができました。それではどうぞ。8月28日、昨日泊まったリーブン湖の奥からグレン湖に来ました。どちらにしてもグラスゴーへの通り道です。遊歩道が続いています。歩きに来たわけではないのですが、せっかくですので最短のコースを歩いてみます。今度来るときは歩くつもりで準備したいです。天気は降ったりやんだりです。ビジターセンターです。遊歩道を裏から回って入り口に出たということです。グレンは峡谷という意味です。 A82 号線を行けばグラスゴーに出ます。 A82 号線沿いの景色ですが、これぞスコットランドという景色が続きます。湖が点在していて、また独特の雰囲気です。虹も出てきました。本日の予定はグラスゴーを抜けて世界遺産ニューラナークを見学し、イングランドとの国境まで行くという、ちょっと強行軍なのでゆっくりはしていられないのですが、素晴らしいところです。82号線、ドライブするならおすすめです。グラスゴーへの中間地点、ローモンド湖です。 A82 号線からグラスゴーを迂回すべく、アースキン橋から高速道路に入り、 M74 に出るはずがグラスゴー市内へ。グラスゴー市内を抜けるには南に行かなければいけないのに、どんどん北に向かっています。散々迷っているところです。高速道路は一旦入ると道を間違えても次の出口まで我慢です。走行するうちラナークの町に来ました。ラナークの駅です。こちらの観光案内所で情報収集します。やってきました、ニューラナークです。というか、郊外でこんなところに世界遺産あるの？という感じです。坂を下っていくとニューラナークが出現しました。ニューラナーク村は全く新しい産業共同体として、1785年にデイビッド・デイルによって建設されました。アークライトの水力防石器を導入するため、立地は川のそばです。1968年に工場の使命が終わりました。その後、荒れ果てた工場を見事修復し、2001年にニューラナークとして世界遺産に登録されました。坂を降りてきました。ゲートには大きく世界遺産のマークが掲げられています。ビジターセンターでチケットを買います。ニューラナーク全体が一大テーマパークになっています。作り物でなく本物のテーマパークです。それにしてもこの人形ちょっと残念です。施設の中にホテルもあります。この工場も水力から蒸気管に変わっていきました。アニー・マクラウド体験と題されたライドがあります。この紡績工場で働いていた少女アニーが19世紀のニューラナークを案内してくれます。当時の少女は工場で機械の下を這いずり回り、切れた糸を結ぶ作業をしていたという。ニューラナークを建設したデイビッド・デールの義理の息子
ロバート・オーウェン氏です。オーウェン氏が実践した進歩的経営によって模範的な共同体として有名になりました。オーウェンは事業の改善と拡大に着手し、事業で得た利益は労働者たちの生活の質を高めるための一連の社会教育改革の財源に充てました。そして幼い子どもたちが紡績所で働くことを禁止しました。実演が見れます。順路を追っていくとルーフガーデンに出ます。左の建物から入ってライドに乗り、右の建物に抜け実演を見て屋上に登って降りてきたというコースです。水車が回っています。各地で産業遺産を見学してきましたが、実際に水車が回っているところはありませんでした。大きくて迫力があります。川はえらい勢いで流れています。その川の水を取り込んで水車に落としています。オーウェン氏は学校も設立しました。読み書き、そろばんはもとより音楽、芸術、自然研究にも重点が置かれました。写真は当時の様子を復元したものです。学校が入っている建物です。従業員用のアパートも建設されました。社宅ということですね。当時の様子を再現しています。あ、僕ごめん、扉は閉めようね。購買所は工場で一括購入した食料、医療を販売する施設です。これにより労働者はより安い商品を入手できるという生活協同組合的なシステムが実現しました。写真はオーウェン氏が最初に作ったお店を再現しています。お店の中です。1820年には村の人口は約2500人まで増え、国内最大規模の紡績センターとなりました。第一工場は現在ホテルとして営業しています。今はユースホステルとなっている従業員アパートです。オーウェン氏の自宅です。これだけの工場のオーナーにしては質素な作りです。工場のすぐ裏手はクライド滝自然保護区となっています。クライド渓谷の散歩を楽しめます。ニューラナークを出て M74 をカーライル方面に向かいます。途中のサービスエリアで休憩します。このお店、スコットランド専門のお土産屋さんです。本日の宿はグレトナの町です。グレトナに何があるの？スコットランド島になった私にとって大ありです。グレトナはイングランドとの国境、スコットランド側です。川を渡るとイングランドという立地です。町の中心です。本当に何もありません。本日の宿です。町を眺めながらスコットランド最後の夜を過ごします。グレンコー、ニューラナーク、そしてグレトナの位置関係です。いかがでしたか？旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。